ゲートラダーは高い操縦性、安全性能により船長さんへの負担を軽減します。専用に設計されたオートパイロットにより制御されています。通常は2枚舵ということを意識することなく、普通舵の操縦と変わらない操作で操舵することが可能です。オートパイロットが2枚の舵を常に最適に制御し、通常は2枚の舵を意識することなく、乗組員の方にとって違和感のない操作を可能にしています。ゲートラダーの特徴の一つであるクラビングモードは、バウスラスタと併用することで離岸・着岸時の横移動を可能としました。またバウスラスタの推力を逆方向に出すことにより、港湾内でその場旋回をし安全に着岸することを可能としています。万が一故障した際には油圧制御ボタンを使うことにより、片方の舵だけでも操縦することを可能としています。実際に船長さんにゲートラダーの使用感を伺ってみました。クラビングを使ってしまえば、もう神経の使い方が半分だね。だからもう、火事があってもな、今日みたいに なければな、もう安心して尽きるにいいし、仮に失敗しても船がこう、ああ寄っていったなと思っても、すぐ反対に舵切ってヒットかければ、通常よりもスッとこう船が止まるというか、離す時はやっぱりこのグラビングでなきゃ離れねえからね、この風が強いというからさ、今日はタフだなと思うんだけど、これだったらそのまま自力で離せる。船長の立場から言って操船は楽だ。ゲートラダープラスグラビングをつけるんであれば、ゲートラダーつけた方がいいね。ゲートラダーは船長さんへの負担を軽減し、2枚の舵で高い安全性をお約束します。